緊急巨人ヤクルト戦で3連敗負のスパイラルからの脱出は不可能か岡本和真の孤軍奮闘に依存するチーム再び冷え込む打線緊急事態負の連鎖から脱出できるだろうか巨人は東京ドームで行われたヤクルト戦で04というスコアで敗北し今シーズン初の同一カード3連敗を喫した。 9連戦を4勝5敗の成績で終え最大4あった貯金も使い果たしてしまった先発した赤星は初回から3連打を許しわずか9で3番のオスナに先制の三蘭を打たれた湿気の多い状況下で打線は相手先発の吉村に対して7回までランナーを出すことなく無得点に終わった結果的に今シーズン3度目の完封負けとなり 安倍監督はああいう展開になると、なかなか厳しいですね。吉村君も素晴らしいピッチングをしましたと敗戦を認めた。その上で、勝率も13勝13倍です。気持ちを切り替えて、次は最高の相手と戦うことができるので、新たなスタートを切りたいと思いますと、3日からの阪神戦に向けての準備に取り掛かった。 依然としてセ・リーグ2位に位置しているが頼りにしていた投手陣が3試合で17失点を喫しそのもろさが露呈し始めた今月27日まで球団史上最悪の記録となる13試合連続で3得点以下に抑えられた打線も最近の3試合では0.3点,3点0点とわずか3得点しか上げられず再び低調な状態になっている ライバル球団の007は、今の巨人のバッティングラインナップで恐れるのは4番の岡本和馬だけだ。無理をして攻める必要はないし、もしそうしたいなら、濃い4球を与えてもいいと述べる。開幕以来、チームで唯一不動の4番、一塁でプレーを続けている岡本和馬内野手、27は、打率3割二輪、本塁打4本。 打点14と一人で戦っているそれでも4球を受け入れる攻撃方針について「落ちてますよね」と彼自身も認めるように長打率と打率の両方が低下してきている球団関係者によるとヤクルトを見ると好調なオスナとサンタナに挟まれて4番の村上も調子を取り戻しています阿部監督も長年4番を務めてきた経験から 岡本和の前後を打つ打者の重要性を理解していますが、現時点でそのような選手が不足していますと述べています。岡本和へのマークが集中する状況が、徐々に大きな障害となりつつあります。開幕直前に大砲候補だった小道和が退団した穴はまだ埋まっていない。阿部監督は岡本和について、自分でなんとかしないと。 というプレッシャーを強く感じすぎているようだと心配しています現状のままでは岡本和が4番の責任を過度に感じれば感じるほど悪循環が生じる可能性もあります危機を回避するには打線全体の活性化を待つしかありませんかネット上の反応巨人の創立90周年を迎え優勝を目指すチームとしては 打線が1.5軍程度であることは問題です。投手力は去年よりも一時的に向上したかもしれませんが、春先の不調が夏場に持続するとは思えません。ヤクルトに3連敗するようでは、オスナやサンタナのような選手が日本に来てからだんだん成績を上げていることが明らかです。ヤクルトの外国人選手が活躍していることは、他のチームにとっても刺激になるでしょう。 巨人の外国人スカウトは十分に仕事をしているのか疑問ですね。坂本や丸も以前のような輝きを見せていません。他のチームから見ると岡本だけが怖い存在であると感じるかもしれませんが、このままでは A クラスにも危機が迫っています。岡本以外の打線は日替わりで試行錯誤の状態にあります。打線というのは本当に難しいものですね。 確かに、岡本だけならば怖くはありません。しかし、1、2番の固定ができていないため、岡本を中心にした打線を形成することができません。4月には投手陣が想定以上に頑張った印象がありますが、毎試合ゼロで抑えられるわけではないので、交流戦を控えている現状では、打線が上向かないと厳しい戦いになるでしょう。まあ 打撃力を期待されていた選手が一気に抜けると、そうなりますよね。中田選手や小童和選手の対談、大城捕手や秋広選手の出番減少、ウォーカー選手もソフトバンクでも苦戦しているし、プラスのトレードとはいえ、投手を獲得できたという側面もあります。若手育成と言われても、長野選手をスタメンに据えたり、 浅野選手や泉口選手を2軍に落としたりと、状況はそれほど明るいとは言えません。小ドーア選手は開幕前から2軍で調整させていたのに、1軍でも2軍でも打てていないウレーニャを起用し続けることも疑問です。リリーフ投手の使い方も、勝敗とは関係ない場面での起用が増えており、状況はますます不透明になっていますね。もし1点でも守り切れていたら、 巨人の杉内コーチは初回の失点を悔やむ一方で先発投手の赤星雄史を攻めませんプロ野球セリーグヤクルト4・0巨人1日東京ドーム巨人の先発赤星雄史投手は最初のイニングで苦しい局面に立ちました連続ヒットでランナーを2人背負った後3番のオスナ選手に3ランホームランを打たれました 杉内俊哉投手チーフコーチは、打たれたのはこちらが投げた球によるものなので、赤星投手を攻めることはしませんと述べましたが、もし1点でも守りきれていたら状況が変わっていたと思うと付け加えました。赤星投手は前回の4月24日の中日戦でも初回に2点を失い、敗戦投手となりました。この日の敗北を含めると、すでに3倍しています。 そのため、杉内コーチは次回の登板については監督と協議すると述べました。ネット上の反応。9の出力も低下しており、2軍で結果を残している選手もいますので、交代しないと信用を失います。松井も結果を出しており、京本の先発調整も可能ですし、堀田もまた結果を出しています。赤星は再びロングリリーフに配置するか。 2軍で調整が必要かもしれま,せんまた初回に先制点を許すことは攻撃戦略にも影響しますし立ち上がりの改善に取り組む必要がありますただし赤星には今後も力を発揮してもらいたいですし昨年は後半で5勝を挙げていますので調整して復帰してもらいたいです赤星投手は試合序盤に失点することがよくありますが それにはある程度対処しています。最初から自信を持って攻めていくつもりで、オープナーのように振る舞えば、うまく立ち直ると考えています。限界まで頑張って息切れしたら、ベンチが状況を判断してくれます。まだ若く、成績を積み上げている途中ですので、無理をせずに前進してほしいと思います。オスナのスリーランはカーブだったかな。ちょっと間を置いて。 彼のスイングは変化球に完璧に合っていた。岸田もこの3連戦でオスナのバッティングを観察しているはずだが、あそこでカーブはない。完全に岸田のミスだ。赤星も同様に同意したが、村上にも本塁打を許してしまった。岸田は二軍でもう一度反省すべきだ。前日も西立をリードして、彼をコッパみじに追いやっていた。 山瀬との交代はいいんじゃないか岸田には勉強が必要だろう